これですよ。フィルターにも入ってます。これです。見える？はい、おはようございます。皆さんで、今日はですね、アプリバージョンアップがあります。まあ、何が新しいものですかね。まあ、もちろんですね、ティリス広く進化なんですけど、これは多分ね、メノンから手に入れるかもしれない。メノンっていうのは、新しいクエストなんで、新しいマップですね。お、これはですね、これはメノンです。あ、ティリス、かわいいね、ティリス。けど、まあ、ストーリーはスキップします。あとで読めるんで、これです。これをクリアすると多分、ティリスの進化作流が手に入れると思います。そうですね、エクストラダンジョンもあるんで、あとで。で、他にはこれです。面白くなってます、クエストは。ここにやりましょう。ここです。スフィアね、スフィアとエクストラスキルも、ここで見えるんですね。ユニットの上に見えるんです、ここで。ここに、右下、これを押すとこの画面になるんです。これは、何回クエストやりたいのはここで設定できるんです。オンにすると、同じクエスト自動的に再出撃します。で、何回やるのはここで設定できるんです。ダイヤ使うかどうかここで設定できるんです。最大4個か。で、自動体力回復、これです。オンにするとやるんです。で、ジロコンティニュー、これです。ジロコンティニューオンにすると、ダイヤ使います。ゲームオーバーの時に。あ、これですね。新ユニットが出たら、例えばね、ミファとか、メアとか、ゲットしたい時に、クエスト何回もやるんじゃないですか。その時点で、新ユニットが出たら、そこで、ここが止めます。もうやらないんです。ということです。これが面白い。うん。ただこれでさ、クエストはね、もういちいちやらなくても大丈夫です。仕事をしてもクエストもやれるということですね。ポケットに入れてクエストやり続けます。それは面白いと思いますね。うん。で、一番したのは殺人設定ですね。これはオンにするとランダムフレンド、選択します。オフにすると、フレンドなしで行くんです。すごく面白い機能なんです。やりますかね。これはオンにするとアイテムがいっぱい、ユニットがいっぱい、ユニットボックスね、がいっぱいになったら、これが停止します。ダンジョン機能交換が終わったら自動的に停止します。これ冒険で1回だったら1回だけで、ユニット上限のね、ユニット数、アイテム数もここで停止されるんです。他に面白いところはこれです。はい、ここでビビロックですね。メニュー、ビビロックがあるんです。これは何ですかね。これはすごく、役に立つと思います。ビビロック。で、グレレンスが、何をやったのか、ここで見られるんです。最後のスキルは何ですか？これはすごく役に立つんです。例えば、マックスウェルの戦いで、セイキレットソング。まあ、とりあえず、必殺技、ここで見られるんですね。敵の。これがすごく面白い。で、これね、あ、また新しいのはこれです。
戦闘中オート設定切り替えボタンよしオフにすると見えないんですここで。ここには BBSBB 宝箱というのがあるんじゃないですか。あれがオフにするとなくなるんです。オンにするとまた表示されるんです。ここで、はい、また新しいスフィアが目なんですね今回。お、フェルケー、魔人機、お、魔人機ですかね。おー、攻撃力 HP 30% アップ。お、数字攻撃ヒット数を、そうか、これは面白い。スパークダメージ 50% アップ。スパーク時ビビゲージが少し増加。これはすごいね。数字攻撃ヒット数増加のはすごく面白いです。アリーナのスフィアかなこれ、うん、他は面なんですね。最大 HP 30% アップ。確率で数字攻撃ヒットを、そうか、確率でですかね。レコードに新しいのがあるらしいんです。あ、これだな。スフィアやレベル、70にすると何かもらえる。あ、これでね、これです。新しいやつはコストですね。コストがプラス60になっています。メンテナンスが終わってからレベル1の時点で、プラス10コストが。レベル101になったらプラス60になってます。これはすごく助かりますね、うん、多分、次の星8かな。これです、これですよ。フィルターにも入ってます。これです、見える？これが名前は何ですかね。わかんないですね。とりあえず星8でいいかな。まあ星8じゃないんですけど、これは星8扱いされてるんですけど、うん、まあまだないんですけどね、もちろん。 6AU もまだ進化できない。あ、コロシアムにね、ランダムルールあるんじゃないですか。ランダムルールが決まったら、攻撃するときに攻撃されるときにも同じルールが入ってます。以前のはちょっと違ってくるんですね。うん、攻撃するときにと攻撃されるときに違ってくるんですけど、今回は同じルールで。で、もう一つはこれです。コロシアムチケット。これね、はい。で、これが OK 押さなくても開始します。でしょう。それだけです。まあ、ちょっと意味がないんですけど、意味あるかな？ないと思います。けど、あれが新アップデートの一つです。他は何ですかね？あ、フロンティアゲットの時に、ギブアップ、ゲームオーバーの時に、ポイントはまだまだもらえるんです。はい、勝ちました。フィルターにね、下にすると、一番右下、エルギフ表示。これがオンにすると、こうなってます。エルギフだけが見えるんです。で、そのままね、このエルギフが何をするか、すぐに読めるんですね。うん。これね、使いたいエルギフ、探すのは、すごく、うん、便利になってます。例えばね、これ、合成するときに、これすぐ、選択することができるんですよ。これがすごく便利です。はい、他はないかな。それだけです。まあ、今回のアップデートはすごく面白い。まあ、とりあえずこれからね、新マップメノによります。はいはい、それだけです。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマパンチ。